堤防探検家の鬼です。前回釣れましたね、堤防で。で、今回もですね、前回行った筋漁港の近くの、とか堤防に行ってみたいと思います。しかしどうですか、これどうなってるんですかね。これは雨じゃないですか。行きたくなかったんですけど、行きたかったです。まだワイパーレベルが1なんでいいですけど、このワイパーレベルが2になるともうダメですね。もう行きたくないんですけど、行きたいんですよ、魚釣りに。映ってますか？ギリギリ映ってますかね。今到着しました。大浦港というところ。僕は5時に来たんですよ。5時ちょっと過ぎぐらい、まだ真っ暗の時ですね。じゃあすぐお客さん来ましたからね。釣れるかもしれないですね、ここは。で、今干潮なんですよ。パワーも届くか分からんすね。あ、釣れたらですね。こんな感じです。もうなんか雨が結構降ってきましたけども、もうぼちぼち始めます。頑張ります。とりあえずまだ風もないんで、多分あんまり流れもないと思うんでですね、とりあえずこれから始めます。それでは始めます。ちょっと映ってるか心配ですね。映ってるかな。始めますよ。もう少々再開なんですけど、多分揚げ潮になるとこっちに流れるんじゃないかなと思うとですよね、その時が勝負と思います。揚げに変わってからちょろっとが。あー、今なんか着いたのに。お、いけ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 、1投目から来ましたよ。1投目。わあ、やっぱおるおる。あ、なんかいい方。できるかな。下が田んぼが取れたのか。やばくないですか。
チム様です。チム様でしたよ。いいチム様これ。いいチム様なんですけどね。当たったんですけど取られたかな、餌取られたのか。お、取られ どっちなんだ。もう一尾ですね、今んとこ。今日道糸 1.35 の、ハリス 1.55 ですけど、またバレた。クソ、2回バラした。大きいはめっちゃ右流れますね。やばいです、このままだと余裕で2桁コースですね。あーもう限界です。なんか雨がおお、釣れる。めっちゃ釣れますね、ここは。でもね、ちょっとサイズが細くなってきましたね。サイズが Google マップで見た時にですね、そこ引いとったでしょ、さっきずっと。でいい感じにこう、なんか潮がこう
流れ寄ったんですよね。 Google マップであの干潮の時じゃないですか、なんか映っとるのが。だけどちょっとここに来たんですよね、この堤防のそこに。そこからが釣るかなと思って、そこからこう投げてきました。そこ良かったんですかね、結構みんなそこに固まってますもんね。常連さんも帰ってしまいました。全く釣れんすね、ランチになってから。やっぱ潮が引かんとダメとかもしれんす。こさっきまであんなバンバン釣れよったの。せっかく仲良くなれたんですけどね。めちゃの繊細さんの繊細さんやばいっす。昼から何も釣れません。ああこんぐらいの釣れるんですけどね。常連の人があの下げ潮がいいって言わしたけんですね、ちょっと粘ったんですけどね、ダメですね。潮が止まっとっとですよ今。っていうか下げたらまた弾届かんですね。こう座って帰ります。釣れんかったです。午後からは釣れませんでした。しかも何匹だ、よいしょ、ゲットしたのは今日の投稿です。ちょっと狛犬がいますね。これが一番大きいですけど、寄せてますね。もう今日分かったです、今日欲張るといかんです。帰っておけばよかった。